ングチームで勝ったと言ってもいいぐらいのチームだったと思いますね、はい、さあそしてクォーターバックが変わりまして34番の伊丹のランが出る。ここで止まりました。三角34番サードダウンで残り4ヤード残しています。星野大吾左ロールアウトしてレシーバー探しますがここで自ら持っていく、自らのランが出る、かわしてかわしてここで倒れました。いや、いい判断。タッチダウンとなるか。なった。パワーランナーのタッチダウンが飛び出しました。先制したのは、さあ囲まれますが空いてますね、決まった。4番の岡本、いや、この4番、ね、左を見た、投げますね、右と、よく取った。ここは溝口です。溝口が取りました。ゴール、はい、チャレンジしまして4回成功。距離は十分、はい、7対3。サードダウンのショート、ここは抜けた、痛み抜けた、ここで引っ掛けました。来ています、この大西です。さあこのフィールドゴールはどうか。決めてきました。点を追加、10対3。短いパス、坂下、ここから抜けてくる、抜けてくる、ナイスゲームですね。ファーストダウンは獲得しました。ドロップバックしてレシーバー探す、空いてますね、空いていた、溝口だ。はい、やはりここのホットラインですね。さあフィールドゴール、ここは点を追加しまして10対6。その際ですよね、浜田さん、高いです、おっしゃる通りですね、はい、スピードのあるいい選手が揃ってきましたからね、はい、さあ痛みが抜けた、痛みが抜けた。さあここからどこまでいけるか。ロングゲインを見せました。さあ行くんでしょうね。騒いでいくか、騒いで押し込んだ、どうだ、タッチダウンを取り切りました。あ、サードダウン抜けられるか。さあ左左、抜けた抜けた抜けた。ファーストダウン獲得、まだまだあります。ところですね、はい、さあ右を見て長いパス、長いパスが、これが取った取った取った、細かい動きですけども、はい、これ1対1の勝負の中ではロングパス、タッチダウン決めました。さあパントキック、ここもいいパントになりました。ナイスパント、はい、いや素晴らしいですね。セーフティーですね、セーフティーだ、はい、これは大きい なったと思います。大きいですね、セーフティー。パンターの金森君を褒めてあげたい、はい、ね、含めてやってるから、そういうふうなものが、ね、身についてるんだと思います。さあ痛みのラン、痛みのラン、痛みが抜けてタッチダウン、非常に大きな得点。ここも溝口、はい、これは独走パターンですね。この後のラン、はい、ナイスブロックですね、はい、前川のブロックもあった。ここでサイドライン、はい、これはやっぱり溝口君の力ですね、これはね、まあ、まあ押し込むか、前川開いてますね、うん、来ましたね、タッチダウン、押し込むか、前川開いてますね、うん、来ましたね、タッチダウン、これで10個目のタッチダウン、前川よ。ここはパス成功、溝口、さあここから駆け上がるか。ああファーストダウン取りましたよ、取りましたね、うん、この辺りの身のこなしはさすがです。8秒、うわーパス失敗、最後4番の岡本取ることができ、関西学院大学対関西大学31対15、関西学院大学が勝利しました。